か一瞬真っ暗になった。ポストしとこう。なんか今日は一日が濃すぎて、で Wi-Fi 切ってみたよ。どうだろう、繋がったかな。繋がった？そう、私は今日から稽古が始まりまして、そう、ポストしました。あ、よかった、繋がってた。え、なんかもう一日が濃すぎてさ、なんか何を話したらいいかが分からん。さっき帰ってきたの、23時ちょい前ぐらいに帰ってきてさ、ちょろっと食べて、今です。どこから話そう。なんかさ、なんかあれだね、そう、今日はあれです、午前中にちょっと挨拶に行ったりして、一旦ホテルにチェックインしまして、なんとホテルのチェックインチェックアウトの日が、もう舞台が終わるまで10月十何日経ったから、満ちすぎてびっくりしちゃった。なんかちょっとホームシックかもしれない。ホテル、あ、ホテル1ヶ月、どうしよう。そう、それで、そう、私聞いてほしい。私がさ、私はね、結構電車が苦手なんですよ。広島とかでも結構苦手だし、福岡の、あの地元とかは行けたけど、ちょっとあの博多とかさ、都会だから私もそこも電車よく分かんなくて、人にいつもついて行って目的地に行ってたんですけど、今回は一人でね、東京の街を、東京のなんかいろんな、なんとか線なんとか線とかを乗り継いで行かないといけなかったんで、すごいね、頑張った、頑張ったよ、すごいって思った。東京、東京ってあれだね、目的地に着くまでで達成感を得られるんだね。着くまでで、なんかもうやりきった感があって。でもそう、そっから稽古でした、初。そう、私さ、あ、でも聞いてほしい、あのね、なんか聞いてほしいって、この配信めっちゃ言える気がする。昨日めっちゃ緊張してたな、私。それはこの初稽古について緊張してたんだけど、今日はゆらちゃんがね、お仕事で一緒には来れなかったから、一人でっていうのでもう緊張してたし、だいぶ昨日は本当にさ、もう
緊張から胃が痛くなっちゃってうずくまってるレベルだったんだけど、でも私の便利なところはもう今朝からね、もう朝起きた瞬間から、あ、大丈夫、そんな緊張してないってなったからそう、私あるある、緊張が前日に来る。だから今日は全然胃も痛くならなかったし、楽しむぞという感じで行ってたんですけど、ギフトありがとうございます。読めてない。イサッピさん、フェルナンドさん、クリボーさん、エビちゃん、リティさん、コーラさん、キノコ10個ありがとう、ツナさんめちゃかわいい、ありがとうございます。ありがとう、ツナさん、カズさん、お疲れ10個ありがとうございます。ジェライさん、ショイチさん、めちゃかわいい、ありがとうございます。おじさんぼマスターさん、ちくわどんさん、お疲れさん、くす玉パンパラパン、ありがとう、おしもありがとう、あちゃさん、ありがとうございます。とりさんさん、お疲れさん、青夏さん、なんかおしゃれな読み方なのかな、なんて読むんだろう、ありがとうございます。なので、どこまで話したっけ、あ、そうで言って、お願いしますって言って皆さんお願いしますって言ってから台本を読み合わせありました。読み合わせっていうのかな、なんて言うんだろう、読みました。座って読むやつ、全部台本読んで、え、でもそれ緊張した、私緊張してさ、なんかもうなんかちょっと緊張してたんだけど、でもだんだんね、もう読んでいくにつれて緊張もほぐれて声も出るようになってきたんですけど、でその後に立ちでありました、ステージの説明とかあって、動きありでの稽古がちょっとあって、今日は夕方からだったから、あっという間に夜遅くになり、また明日も割と早いので、早いのかな、分からん、私の時間感覚分かんないけど、早いので、楽しかったです、楽しかったけどね、なんか難しいなと思った。そう、ちょっと頑張ろうと思います。そうね、毎日
お稽古予定。でもお仕事とかあるときは広島に戻るので、合間で。高田助さん、ありがとうございます。ありがとう。そう、そう、お話し会のね、日程の神戸の予定を作ったので、メールで取り急ぎを送りました。考えたので取り急ぎを送ったけど、もうちょっと見やすくまとめたりして、できるだけ早くポストできるようにします。楽しみましょう。楽しみましょう。ゆういちさん、めっちゃかわいい。ありがとうございます。ありがとう。なんか水の音するよね。でも洗面台、お風呂場の前でやってるんだけど、じゃあうち閉まってるんだよね。ありがとう。今朝に移動してきたから、あれかも。昨日ね、あんま寝れなかったから、わからん、寝れないの基準がわからん。3時間は寝れてない気がする。3時間ぐらいかな、もう3時間ぐらいだから、もう眠いんかもしれん。新幹線ではお話し会のね、こうで決めたり、台本読んだりしてたので、寝れないよ。やばい、だいぶ眠そうな配信になってるよね。ごめん。ごめん。でもね、うん、頑張ります、頑張ります。あれないよね、稽古場とホテルが
結構遠くて、いっぱい乗り換えたり、乗り換えみたいな感じだから時間もかかるので、なんで今この話したんだろう。なんで今急に乗り換えの話、どこに繋げるために私この話したんだろう。やっぱ私疲れとるかもしれない。もう自分で数秒前に話そうとした話の終着点をもう忘れてしまっている。そう、でもちょっとね、慣れてきたらちょっとね、この稽古とか乗り換えとか電車とかに慣れてきたら、ちょっと私一回さ、あれしたい。そのいつも電車で行ってる道のりを、いつか自転車借りてさ、行ってみたい。ちょっと思った。ちょっとゆらちゃん誘ってサイクリングしたいな。そう、レンタサイクル。確かに迷うかな、迷いそうかもな。でもすごくない？すごくないか、だから当たり前のことだけど、ちょっと私にとってはね、私は電車が本当に苦手で、何度も行ってるおばあちゃん家に行くとかでもなんか違うのとかに乗っちゃって、無人駅とかにたどり着いて、ここはどこだみたいになったことがあるようなレベルの人なんですけど、今日は一人で目的地までたどり着いた。東京で。ちょっと自分の中でこれ大きい。今日は記念日。電車に乗れた記念日。木更木駅じゃなくてよかったって。そんな、そう、大丈夫、異世界までは行ってないから大丈夫。イサッピさん、お祝いしてくれたの、ありがとうございます。ありがとう。難しい。でも演技のお仕事ずっとしたかったの。ずっとしたくて、念願のお仕事なので頑張ります。皆さんに最高の舞台をお届けできるように頑張ります。もやし生活さん、ファイト、ありがとう。でもね、一回結構大きめのね、広い有名な、なんて言ったらいいんだろう、東京の大きめの駅でちょっと一瞬迷っちゃって、稽古場行くまでに、あれ待って、どこ何乗るんだっけ、あれここなんだっけみたいな、ちょっと足が震えた。ちょっと、あ、待って、どこだどこだどこだってなって、ちょっと足が震えて、
でもなんかここの駅に次は行くんだっていうなんか強い意志を持ったらたどり着けるんだなっていうことがね分かったけど嬉しい勝さん、ファイト、よくありがとうございます。ありがとう翔一さん、クマ、ありがとうございます。ありがクマ、クマありがとう。あ、でも帰りはね、ネガイちゃんと一緒に帰ってきた。お疲れさん、ありがとうございます。星ありがとうございます。そうよね、出る改札が難しい。そう、SKE48 さんの深い願いちゃん、うん、いや結構ね方面が一緒で二人で帰ってきた途中までだけどね。すごい優しい、優しい、めちゃ優しい、かわいい。疲れた、ありがとうございます。いろんなお話した。もっと仲良くなれたらいいなと思います。なんかね、今日ね、脚本と演出をしてくださってる方に、その稽古の合間に途中、ちょっと5分、10分休憩みたいな時に、普段はどういうキャラなのって聞かれて、わかんないじゃん自分じゃわかんないからさ、どういうキャラなんでしょうね、どういう私って、何キャラですか、私は私は何キャラですかってなって、そんな、どうでしょうって言って、普段どんな人って言われるって言われて、な人どんな人って思って、難しい。マイペースな人ってあ、そう、なんかね、待って、難しいね、役名とかもまだあれだもんね、出てないよね。
ったらね、台本読みする机の席があって、みがいちゃんとみのちゃんと私が3人の席に座ってて、いろいろお話ししてたんですけど、なんか血液型みたいな話になってさ、あ、そう、蚊がいたんだ、その場に蚊がいて、あ、大型だから刺されやすいみたいな、みがいちゃんが言ってて、で、血液型何型みたいな話になって、あ、私、大型です、大型って言ったら、あ、だからマイペースだもんねみたいなマイペースだからねみたいな、すごい、出会って5分ぐらいで言われてあれ、私マイペースってびっくりしちゃって聞いたらね、なんでって聞いたら、なんか話す、私って話す口調がゆっくりなんですか私って話し方とかもゆっくりで、なんかそんな感じするって言われて、私あ、びっくりしちゃってそんな、待って、もうこんな時間なんだね、誕生日もう終わっちゃうね、あっという間で終わっちゃう、誕生日ましていただきます。13位からゆずきちさん、恋してカープさん、たんたんたぬきさん、バオバブさん、あちゃさん、けんちゃん、かずささん、本当は優しいコーラさん、もやし生活さん、ツナさん、いさっぴさん、しょういちさん、お疲れさん、ありがとう、やばいね気づいたらもうこんな時間だから、また話そうだから今日は私の話し方がゆっくりなのかもしれないという気づきもあった。お疲れ様、皆さん今日も一日お疲れでした。明日もね、頑張っていきましょう。話してくれてありがとうありがとうね、私も頑張るよ。おやすみなさい、またね、バイバーイ意外とまだ時間、でももう終わっちゃうか、バイバイ。